今日はこのエリアはどんな感じですか？結構潮が上げてて、ポイント選びが難しいですね。ピークがこう定まってない感じです。悩ましいところ。あのセンターもたまにたまに来るあのセットスぐらい。あとでなんか水銀で。そうしよう。出てカットバック系で。うん、オッケー。はい。よし、そうしよう。ちょっとボード変えた理由だけ教えて。波は意外とパワーがあるんで、こちらはコントロールしやすいかなと思って、うん、はい、ちょっと波インサイドパワーが出てきたんで、こっちのショートの方が向いてるかもしれない。そうですね、いいです。はい。やっぱでもショートボードに変えてよかったです。そうっすかね、浮力が足りないかなって感じですか。あ、本当？意外と、お、やるなと思って。まあ寒いからかな。でもあっちにね、純くんがいて、人知れず最後のあのセクションでぶっ飛んでやろうという恐ろしい先輩もいるからね。うっしっしってなってるよ、あれ。あれが好きなんだろうね。あの人なんか俺最近カービング上手くなってんじゃないかなって気がする。あ、そうですね。なんか全ての技上手くなってる気がします、ね。うん。